典型パラドクス。もっと大胆に私に迫ってみな。おやおや、おいでなすったね。あなたに合うスパイスは何かな。勝負は私の本気は伊達じゃないよ。さっさと終わらせましょう。とーっと決めちゃうよ。終わっちゃいない。さあ、これはどうかしら。こんなんじゃ全然物足らないわ。勝負がザクザクするね。さあ、これはどうかしら。こんなんじゃ全然物足らないわ。実力ってことね。おやおや、おいでなすったね。あなたに合うスパイスは何かな。私の本気は伊達じゃないよ。さあ、これはどうかしら。暴れん坊の食材なんだから。こんなはずじゃなかったの。こんなんじゃない。全然物足らないわ。さあ、勝負の時間だ。かかってきて、いい声で泣いてみせなさい。そんなはずじゃなかった。やるって決めたから負けないよ。さあ、これはどうかしら。ちょっと激しすぎよ。なんだか変な感じがするね。うっかり。まだまだ私しっかり決められるわよ。伊達じゃないよ。雑魚にしては頑張った方が。これもお兄さんのためなの。勝負が逆じゃない。私は負けじゃない。これもお兄さんのためなの。頑張る意味。どうくんから認めないんだから。これもお兄さんのためなの。私の強いとこ見せちゃうよ。まだまだ負けてないよ。
勝負に執着する。夢嫌いじゃない。まだ慣れてないやれるよ。お兄さんの役に。大胆に私に迫ってみな。まだかな。早く友達に会いたいのに。私はミア、メイド、ナディレよ。私はパリサ、天才芸術家のスーさんだよ。我はランシャオ。私はパリサ、私はこんにちは。あんたがここのまとめ役か。サユカと申します。大胆に私に迫ってみな。編成はしっかり考えなくっちゃね。編成はしっかり考えなくっちゃね。学校の先生をしていると、生徒に教えることよりも、生徒に教わることの方が多いんですよね。お待ちしておりました。一流の商人として、一流のものを揃えてますよ。エリーザの素敵な商店にようこそ。ゆっくりしていって。
待ちしておりました。一流の商人として一